国宝級の美味しさ。まろやかでしっとりとしたチョコスポンジに、艶やかで輝かしいアプリコットジャムのグレイズ。1832年、天才料理人と呼ばれるフランツ・ザッハーに作られてから一世を風靡したウィーン発祥のデザート、ザッハトルテ。初めて実物を見ました。縦に切ったらきっとケーキを押しつぶしてスポンジのしっとりした食感を破壊してしまう。横に切ったらアプリコットジャムと一緒に味わえない部分が出てくる。このままかぶりついちゃったり、いやダメか、そんなぶしつけなことをしちゃ、孤児院でそう教わってきたし、もっと入念に観察をして熟考を重ねないと、何か見逃してるかも。今までの訓練をちゃんと思い出すの、マーカス。これは人生で最も大事なひとときよ。焦ってやらかしちゃう。あ、どうかした？いいえ、なんでも。ただ自分で決断をせずに済んでよかったと。マーカス、目が潤んでない？だってケーキがあまりにも甘くて。計画通りならウィーン支部の責任者が私たちを迎えに来て、この時代に必要な手続きをしてくれるはずだけど、私たちが乗ってた列車は2時間も遅れてた。となると、ミスター・カールをもう2時間は待たせたことになる。だが、ここには財団の者らしき身なりの紳士は現れていない。つまり、ミスター・カールは2時間以上の遅刻をしてるということですか？機転が効いた返しね。現実にならないといいけど。ミスター・カールがここに来たか聞いてくる。かけてもいいぞ。あの島はロフツ同盟の秘密基地だ。ブルガリア人があんなに焦っているのはエーゲ海へとつながる航路を抑えられるのを危惧しているからだよ。帝国海軍にいる友人が黄金をいっぱい積んだ船が出航したのを見たって言ってた。つまりこれから戦争が起こるってことだよ。いやいや、だとしたらこの記事に出たアルカナアニマルはどう説明するんだ。俺に言わせりゃ、ありゃきっと未踏の島だな。ケルト人が信じてた高いや騎士物語の海の国みたいなところだ。文明が開花したこの時代で未だ前時代そのままの土地が存在するってのはなんだか心が躍るぜ。友よ、あの島の価値がわからないなんてもったいなさすぎるって。秘密基地、未踏の地。これは興味深い。メモを取らないと。
ミス、身分証明書になるものを見せていただいても？あ、はい。あ、すみません。身分証明書は同行者が持ってるので、しばらく彼女が戻ってくるのを待ってくれませんか？聖パブロフ財団本部から来ました、アルカニストの職員です。ウィン支部の責任者からもらった紹介状なら。アルカニストだと？一緒に来てもらうぞ、お嬢さん。黙って手を挙げろ。おい、ゴーレムを連れてこい。未登録のアルカニストがいるぞ。マーカス、どうかお話を。逃がすな！検査を始めましょう。無声なかなかの作戦。かがり火が上がるまで。寒くない？その通り、なかなかの作戦。さあ、お戻り。はっ、目チカチカした？緊張しないで。その通り。大丈夫。お戻り。灯せば燃える。無駄な抵抗はおやめなさい。緊張しないで。大丈夫。弁論の時。さあ、お戻り。無駄な抵抗はおやめなさい。初見のうちに収穫あり。しばし安静が必要ね。一撃！なかなかの作法の一撃。しばし安静が必要ね。ほわ、さあみんな声を。復讐復讐おやすみ。その通り。大丈夫。つまみろ。はっ。緊張しないで。無声の時。なかなかの作戦。
まだね。ね、チカチカした？その通り。この一撃！真理を求めた。ねえ、寒くない？さあみんな、声を！なに？お神への反逆だと？何が起きたんだ？皆さん、一旦落ち着きましょう。弁明させてください。このお嬢さんはロシアのスパイなんかじゃありません。ああ、ミス・ホフマン。トランクケースを抱えているこちらのお嬢さんは、助手ですよね。公の場でこんなに大量の資料を持ち歩くスパイなんていませんよ。もう行かせてくれませんか、警官さん。1913年にレードル大佐事件が起きてから、スパイ天国と称されるウィーンの空気は息苦しくなっていった。特に軍関係者たちはプライドがズタズタにされてしまってね。諜報機関のトップがロシアの二重スパイで同性愛者であることは、国の暴力装置にとって不名誉この上ないことだから、あらかじめこれらの情報を伝えなかったのは私の職務怠慢だ。申し訳ない。アルカニストの言語能力を奪えばアルカナムが使えないと信じて疑わない。まるで無駄吠えがひどいペットにするような扱い。古い考えね。ミスター・カール、この術を解いてもらってもいいかな。念のため伝えておきますが、原則上巻き舌スペルを解くには一連の審査を行って、最終的に支部責任者こと私の承認が必要ですよ。でもまあ、審査なんてどうでもいい。何はともあれ、若いお嬢さんにこんな仕打ちをするべきじゃないですね。もう大丈夫ですよ。肩の力を抜いて、お嬢さん。ちょっとしたアクシデントがあったけど、ウィーンより開放的で寛容なところなんてそうないですから。聖パブロフ財団が提唱しているようにね。登録済みのアルカニストなら、誰でもこの美しい街で自由に活動できますよ。さらに、ウィーンは芸術と音楽を愛する都市ですから。芸術家と音楽家は至るところで優遇されています。そうだ、登録といえば、お嬢さんはアルカナム使用許可証をお持ちで。許可証？そうです。お二人のために便宜を図る気持ちは山々ですが、そのアルカニストに関わるとなると、やはり安全面に配慮して慎重に動かないと。
そんな許可証が必要だなんて通達はなかった。それは財団本部が発行する正式な許可証ではないのでは。おっと、それはどこかで手違いがあったようですな。ヨーロッパで活動しているアルカニストなら、地方政府が発行したアルカナム使用許可証を持っているものなのですが、オーストリア当局は1756年からその許可証を入国審査の際に必要となる書類としたんですよ。1868年に一度審査不要となったけど、ほら、近頃の世界情勢を踏まえるとやっぱり。もしかしてお嬢さん本人ならご存知だったりしますかね、ミス・マーカス。本部から使わされてきた方とはいえ、アルカニストであることに変わりはないですから。ください、アルカナム使用許可証を。ミスター・カール、マーカスは私の助手として同行してるの。彼女の職責上、回答できる内容は限られてるのよ。書類に関しては助手の彼女ではなく私に直接聞いてください。おっと、これは失敬。出しゃばったことを言って申し訳ないですが、ミス・ホフマンの手を煩わすほど大層なことではないかと思い。持ってます。どうぞ。はあ、ミスター・カール、どうかしましたか？この許可証に何か問題でも。いえいえ、バッチリですよ。ほんのりインクの香りすらしてきます。ようこそ、ルーマニアから来たアルカニストのお嬢さん。もうお持ちでしたら、もっと早く出してくれればよろしかったのに。手間をかけさせてしまって、もしは…手間といえば、ミスター・カール、あなた、2時間15分も遅刻したわね。これは申し訳ない。大蔵大臣とのランチが少々豪華なフルコースでね。まあでも、あなた方の列車も遅れていて、ちょうどよかったですよ。先ほどまで他のところで会食をしていたと。確か約束では。いや、それがこの街のペースといいますか。まあそう急がなくとも、本部のレディ。産業革命のデザインとやらは、誉れ高いこの町を無機質な機械都市に変え、我々からのんびりゆったりとした暮らしを奪おうとしています。列車の車両、下水道と配管工を許してあげてくださいな。適度な遅刻は一種の権利であり、自由意志の象徴なのですから。結局あなた方もそれほど待っていないし、私も大臣とのランチを満喫できました。まさにウィンウィンではありませんか。
ついでにお聞きしますが、列車が遅延になった原因はご存知ですか？自由意志を持った鹿と衝突したからよ。まあそれは気の毒に。まあとにかくどうか私の手落ちをお許しください。昨今の黄金島にまつわる噂話の弁明でバタバタしていて全く手が回らなくて、もし本部がうちの人員を増員してくれれば、ああ急場しのぎの助っ人で人員の話ですね、増やしてもらえたらもっと業務をうまく回せたと思うのですが。今回は任務のために来たけど、報告書経由でその要望を本部に伝えましょうか？いいえ、そんな滅相もない。そういえば例の島、サイコパスの袋詰めですよ。多分どこか小国の流刑地で、島にいる者は昔放り込まれたアルカニストの子孫とかでしょうね。まあ一ヶ月もすれば沈静化すると思いますが、あんな島のことを騒ぎ立ててる奴はうぬぼれた芸術家気取りの若造か、悪巧みをしている造反者、神経質で陰謀論にはまったバカの類でしょうな。マジャル人とボヘミアンだけでもうんざりだというに、今度はなんだ、アルカニストの登録？はっ、帝国の抱えている民族問題と比べたら些細なことですよ。でもアルカニストの登録と管理はミスター・カールの職務内容なのでは？そうは言っても、私はその前に皇帝陛下と帝国の民ですから。そうでしょ？財団支部の責任者という肩書きにとらわれず、偉大なる皇帝陛下に忠誠を誓ったウィーンの一市民として、私のことを認知してくれると嬉しいですね、お嬢さん。うん、でもここは開放的で寛容な街だと。ああ、それも偽らざる事実ですよ。我々はアルカニストのトラブルも、マジャル人とボヘミアンのトラブルも平等に対応しますからね。悠久の歴史を誇る聖パブロフ財団ウィーン支部はすぐそこです。さあ行きましょう。ミスター・カールは本部で会った人たちとは一味も二味も違うと言いますか。多くの場合、財団支部の同僚たちは私たちの同志というよりも、私たちと各地の行政機関との間に置かれた仲介役の官僚に近い。人類の平和を守るには、彼らに各地の政府との協力関係を築いてもらわなければならない。いわゆる潤滑剤の役割を果たす人よ。コスモポリタンであることを彼らに期待しない方がいい。なぜならその大半は王室や国に忠誠を誓った政府の役人だから。だから彼らに機密事項を漏らしてはならないの。まだ痛む？はい、もう平気です。よし、その調子よ。マーカス、さっきのアルカナム使用許可証は財団に入る前から所持してたの？はい、オーストリアは1868年に許可証を審査から外しましたが、ルーマニアでは
1913年まで使われてて、昔からいつも持ち歩くように心がけてたので、習慣になっててよかったと思いました。確かにここは、私が生きていた時代みたいです。本当に、時間が巻き戻ったんですね。どんな状況でも、非関係者に、ストームと時代に関する情報を漏らしてはならない。許可証をちゃんとしまって、カールについてくよ。言ったことをちゃんと覚えておいて、マーカス。支部の同僚とはいえ、安易に信じないで。